ビーズをギターで弾くのは難しいけど、オタマトーンならビーズの曲は簡単でしょうか。めちゃくちゃ難しいです。下手すぎる。君が代とか簡単に弾けそう。確かに。そういうこと、そういうこと。君が代はなんか正解でしたね。F1 の国歌のギター、当て振りだと思いますよ。オタマトーンだったら多分ちゃんと現場でできたと思いますけどね。タックマスみたいな。ビーズをギターで弾くのは難しいけど、オタマトーンならビーズの曲は簡単でしょうか。これはね、昨日実はちょっとやったんですけど、めちゃくちゃ難しいです。ラブファントムの、なーらーらーの、そっちをやってみようかな。下手すぎる。これめちゃくちゃ難しいんですよ。全然滑らへんし、もうこのなんかビブラートかけれることだけが、ちょっと2回目上手くなってきた感ありましたよね。200回ぐらい練習したらめっちゃ上手くなると思いますけど、いかんせんなんかこれがなんか何かの技術を習得できてる感覚が全くないんで、積み重なっていってる気が全くしないんで、全然練習する気にならないですね。もっとゆっくりなところを弾かなければいけなかったってことですね。オタマトーンでやりやすい曲を選んでいかないとダメってことですね。あ、そういう話、右手で押さえるんですか問題、左手で押さえた方がいいってギタリストだから。なぜかその発想は俺には全くなかったな。恋歌いい感じになりそうって言ってる人がいるんで、恋歌ラララララですよね。感覚的に弾くとこんな感じになります。めちゃくちゃ下手よ。でむずい、こういう歌はむずい。音程の幅が広すぎる。もっと狭いところで成立するやつにしないとむずいっすね。なんやろな、なんかないっすか、キラキラ星みたいなこと。みたいな。でもこんなことやるよりやっぱスライド系やった方が楽しいですね。君が代とか簡単に弾けそう。確かに。そういうこと、そういうこと。もう最初がさらさらやな。
不経済まあまあ上手かったですね。やっぱ君が代のメロディーとかやっぱりしっかり入ってるんでしょうね。なんやかんや、ああつって終わるの気違いみたいでいいですよね。君が代はなんか正解でしたね。いい感じでしたね。F1 の開会式でね、タック松本もやってたということで、私もキャナリーイエローのオタマトーンが欲しくなりますね。さすがに出さないでしょうけど、なかなかいいですね、オタマトーン。やっぱ曲を選べばかなり戦えるかもしれないですね。面白くなる。ギターで君が代を弾きなさいってなったらかなり厳しいもんがありますからね。そんな感じになるよねみたいな風になるんで、大体高評価よかったらね、今オタマトーンなかなかうまかったよって思った人がいたらね、ぜひ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。これなんだこれ。キーこれで合ってんのかな。もうちょっとなんか低いのかな。君が代の原曲キーみたいなのが何なのかちょっと分からなくなりましたね。君が代キー異端調ですね。 Am ってことかな。異端調っていうのはあれ合ってる。異端調本当に本当に Am なんですよね、うん、合ってるな。みたいな、なんかあっそうみたいな感じになりますよね。エレキギターで君が代を弾くと、タック松本もかなり悩んだんじゃないでしょうか。 F1 の時はどんな風に弾こうかなみたいな。ちょっとアメリカ国歌とかと違ってやっぱ似合わないんですよね。やっぱオタマトーンが似合うのが君が代ってことなんで、まあ、人が歌えって話ですね。オタマトーンで遊んでたらグレッチの時みたいに後日タックも持ってる写真とか出てきたら面白い。俺の予言生放送なんであり得るかもしれないですね。タック松本、オタマトーン。オタマトーンのその黄色いね、キャナリーイエローのオタマトーン出るかもしれないですよね。35周年を記念して。やっぱギターを買おうとはなかなかならないけど、オタマトーンだったら買ってみようっていう、普通の、いわゆる楽器とかもやってないファンの人とかね、たくさんいそうな気がするんで、ね、記録的な売り上げになるんじゃないですかね。キャナリーイエローのオタマトーン出たら。F1 の国歌のギター当て振りに見えたんですがどうなんでしょうかというね質問来てますけど、当て振りだと思いますよ。あれ線とか繋がってなかったんじゃないですか。ああいう時にまあ絶対に失敗できないっていうのもあるだろうし、本人がそうしたいみたいなところもあるかもしれないし、あとなんかまあ音響の関係でああいうギターのアンプ普通に鳴らした音をじゃあマイクで取ってそれを処理してスピーカーから出すみたいな、その生っぽい処理みたいなのをやりたくないんじゃないかな。録音したものを流すっていう風なのでやりたいんじゃないですか。サーキットみたいなところでやってますよねあれ確か。そこでライブみたいな音の出し方をするっていうのが、まあ、無理があったりとかするんじゃないでしょうか。 M ステとかの当て振りとかもやっぱそういう意味合いが強いんじゃないかな。そのバンドレベルの音をあのスタジオで出しにくいんじゃないですか。カラオケレベルの音は出せたとしてもとか、あとまあ絶対に失敗したくないとか、失敗しそうな感じの若かったり下手だったりするバンドとかも出るでしょうし、アイドルの口パクみたいなもんですね。そういう意味合いの部分もあるでしょうし、当て振りはやっぱそういう環境によってとか、ね、様々な事情で全然あり得ると思います。地味編がアメリカ国歌みたいなのを弾いたりするんでしたっけ。ああいうなんかもうギター大爆音で鳴らしてすげえ荒々しい音で、まあ言ったら全然綺麗じゃない音で撮れてるのがかっこいいみたいな風に、そういうことで成立する人はいいでしょうけどね。そんな感じで当て振りだったと思います。オタマトーンだったら多分ちゃんと現場でできたと思いますけどね。タックマスモト